おはようございます。マルケンガーのマルケンです。僕先月、バイクで日本一周しておりました。バイクで日本本土最北端、最東端、最南端、最西端に行ってたんですけども、今回の旅では、沖縄に行ってなかったんですよね。そんな時、なんと沖縄コンベンションビュールさんと、ジェットスタージャパンさんからぜひジェットスターに乗って沖縄に遊びに来てくださいという、お仕事をいただいたので、今回の旅はジェットスター乗って沖縄に行って、レンタルバイク借りてキャンプツーリングしながら沖縄を回ってみたいと思います。なんで今、関西国際空港に向かっています。臨空タウンなのかなっていうところにいます。空港まで一駅ですが、今回ジェットスターのアプリを使って電車の中でオンラインチェックインをしました。日本の LCC の中ではオンラインチェックインできない航空会社も多いので、これはとても便利ですね。アプリの案内に沿って進むだけなので簡単にチェックインが可能です。注意点としては危険物を持ち込んでいないかということです。今回キャンプで使うカセットコンロのガス缶も飛行機に持ち込むことはできませんので注意してください。スマホでチェックインを済ませるとモバイル搭乗券が表示されます。紙の搭乗券でよくあるあれ搭乗券どこやったっけっていうやつがなくなるのでめちゃくちゃ便利です。今の時期は非接触、密を防ぐことができるなど合理的なので、皆さんもぜひオンラインチェックインをご活用ください。ということで関空着きました。今からジェットスターのチェックインカウンターに行きたいと思います。着きました。僕が乗る沖縄のやつは9時55分のやつですね。荷物が3つあって、1つ目が、スーツケース、これは、預ける荷物です。でヘルメットとこのタンクバッグ、このタンクバッグの中にいろいろカメラとか入れてるんですけど、このスーツケースをあそこのチェックインカウンターで預ける必要があるんで、行きたいと思います。オンラインでチェックインしてるんで、荷物優先カウンターを使うことができます。ここで預けていきたいと思います。はい、ということで、チェックイン完了してて荷物も預けてきて、本検査通り過ぎてここまでやってきました。まだ朝一なんで誰もいないですね。まだ出発まで2時間ぐらいあるんで。搭乗時間になりました。モバイル搭乗券なのでスマホの画面を見せるだけで OK です。今回バイク旅ということでプロテクター入りのジーンズとゴリッゴリのオフロードブーツを履いて飛行機に乗り込みましたが、ご覧の通り意外と窮屈ではなかったです。正直に言うとバイク用のジーンズとオフロードブーツを履いてると多分窮屈やろうなと思ったんですけど、こんな感じで足も動かすことができたので、まあ 2,3 時間ぐらいなら全然へっちゃらだなというふうに思いました。とここで皆さんにジェットスターのサブスク、クラブジェットスターを紹介したいと思います。年会費3980円を払うことで会員特別価格で航空券を買うことができたり、手荷物や座席指定が 20% オフになったり、セールの先行予約や購入が一般の人よりも1日早く購入することができるようになります。例えば成田から沖縄に行くのに通常航空券と自宅手荷物 20kg で9480円ですが、このクラブジェットスターに入っていれば全く同じ条件で8482円と998円お得になります。往復するなら一度で2000円近くお得になるので、年に 2,3 回往復でジェットスターを使う方は年会費以上のリターンを得ることもできるでしょう。このサービスは会員含めて最大5人まで利用可能なので、家族旅行や複数人の友達との旅行の際に加入すれば初回の利用時で年会費以上の割引が適用されることもあると思います。これからジェットスターを利用しようと考えている方はクラブジェットスターを検討してみてはいかがでしょうか。ジェットスターでは新型コロナウイルスの影響に伴うフライウェルプログラムを実施しているそうです。スタッフがマスクをしていたり、使用機材のテーブルや窓、肘掛けや頭上のロッカーなどをアルコール消毒を用いて除菌殺菌しているそうです。ちなみに飛行機は上空の綺麗な空気を大量に取り込み、約3分で機内の空気が全て入れ替わるそうです。空気は病院の手術室にも使用されている HEPA フィルターでろ過されています。飛行機って密な場所でこの時期にどうなのと思う方もいるかもしれませんが、換気システムのことやみんな同じ方向を向いているなどの理由から IATA 国際航空輸送協会が機内感染が少ないとされる科学的知見を発表しています。トドのつまりジェットスターは安心して安全な空の旅を楽しめますよというプログラムを実施しています。ということでそんなこんなしているとあっという間に沖縄に到着してしまいました。沖縄到着。那覇空港には旅行者が沖縄県滞在中に発熱した際の旅行者専用相談センター TACO タコを設置しています。また沖縄に来る前に PCR 検査ができなかった旅行者のために、那覇空港と県外からの直行便の就航する離島空港では PCR 検査が受けられる那覇空港 PCR 検査プロジェクト NAPP NAP を設置しています。
タイとかで空港を着いたんですけれども、この中にですね、このスーツケースの中にキャンプ道具とかを入れてるんですけれども、リュックサック、バックパックが入ってるんで、スーツケースは、黒猫ヤマトの手荷物預かり所に預けて、リュックサックに入れ替えてから、旅始めたいと思います。これだけ入れて、このリュックサックに必要なものだけ入れて、出発するって感じですね。レンタルバイク借りに行ってきます。お客様にご案内いたします。ということで、UAL 乗って赤峰駅、那覇空港から一駅乗ってきたんですけど、今ここなんですけど、レンタルバイクここです。もうありました、じゃじゃん。これですね。ということで、駅から徒歩3分ぐらいかな、レンタルバイク屋さんに着きました。多分これかな、400X ですね。じゃじゃん、めちゃくちゃ綺麗楽しみですね。はい、ということで 400X ツーリングバージョンになりましたでね。まあつけただけなんですけどね。さあ、ということで出発の準備ができました。毎回な、この旅の出発の時ってめちゃくちゃワクワクするんだよね。はい、ということで皆さん、改めまして、おはようございます。なのからもこんにちはなのから、モロケン号のモロケンです。いやー、またしました。ちょっとね、飛行場とか、ジェットスターのね、機内のとかやってきたんですけれども、ようやくレンタルバイクを借りることができて、沖縄の旅スタートすることができました。で、今回借りたバイクはですね、赤峰駅も那覇空港のすぐ近くの、レンタルバイク屋さんで借りたんですけれども、あそこね、正直言うと値段は他のところよりもちょっと高いんですけれども、最新の機種を置いてるんですね。もう僕 400X で、日本一周したんですよ。初期型の2013年式で、これは多分現行型の 400X なんで、そういった最新のバイクにも乗れるということで、僕は、空港からも近いし、バイクも魅力的なんでここを選びました。ということでね、まだこれ那覇市内で、全然こう沖縄っぽくないと思うんで、海とか見えたらまた撮影始めようかなと思います。いやー、バイク楽しい。さあ、1個目の目的地である海中道路に着きました。あそこの橋ですね。あそこの橋を渡った先にある、壁画みたいなところがちょっと行きたいな、なんか映えるなと思って、目指しています。ということで、出発してから1時間が経ったんですけれども、最初の目的地、海中道路にやってきました。こう海の中をこうビョーンとこう突っ切ってる、あって島があるんですけど、突っ切ってるっていう感じの道です。わー、ちょっとね、天気が雨ではないけれども、あ、でもここからの眺めすごいいいですね。めっちゃいい。わ、何あれ、なんかやってる。パラセーリングってやつかな、わかんないわかんない、なんだろうあれ、あ、なんだっけあれ、なんかさ、ヨットサーフィンみたいな。やっぱ沖縄やね、ああいうの。あー、いいね。僕ダイビング大好きなんですけど、ダイビングしてきてなっちゃった。なんでダイビングの予定組まんかったやろ今回そう、2泊3日じゃなくて3泊とかにして、個人的にダイビング行けばよかった。今日僕ですね、このオレンジのジャケット、いつもの、モンベルのストームクルージャケットの下はもう T シャツ1枚なんですけれども、今日が11月の10日なんですけれども、11月の10日でこんな軽装備でいいから、荷物もやっぱ減るし、テントとかも、まあ、夏用とか3シーズン用とかで、寝袋はちょっとね、一応冬用持ってきたんですけど、でも冬用1個で、収まってるんで、やっぱ暖かい地域をツーリングするときは装備がね少なくなっていいですね。手袋も夏用の手袋を持ってきました。そうそうそう、僕がね今日目指した、やつがですね、こちらですね。でん、このアートコンクールっていうのをこう目指してたんですけれども、ということで沖縄最初の目的地はこの護岸アートを見に来ました。いや、素敵ですね。ちょっとね、青空じゃないんやけど青空やったらもっと素敵やったと思う。これね、ちょっとしかないやろって思うやろ。でもね、これずっとこの道続いてるんですよ。1キロぐらい、1キロ以上かな、わかんないけど、すごい。これ2020年度とかやから、あっちの方2014年度とかってもうずっと続いてるから、あ、普通に走ってて面白い道だなというふうに思います。もちろん無料やから、沖縄来た時は皆さんぜひ行ってみてください。ということで、最初の目的地、護岸アートコンクールは、終わりです。次の目的地行きましょう。ということで、今いる場所から、今日のキャンプ場まで2時間ぐらいかかるんですよね。なんでちょっと、もう日が暮れかかっているので、早めに行かないと真っ暗になっちゃうので、初日の観光はこのぐらいにしておいて、早速キャンプ場の方に向かいたいと思います。じゃじゃーん、ということでキャンプ場行こうって言ってたんですけど、嘘つきました。こんな素敵な場所見つけたんで、写真を撮ってました。めちゃくちゃ映えてない。あ、太陽がね今隠れちゃった。さっきまでね、日差しがこう当たっててめちゃくちゃいい感じで映えてたんだけど、いやーいいね。あの木がめちゃくちゃいい仕事してんの。わー、
これは沖縄や。これね、サムネ決定やね、これ。これちょ、こなんか、せーの。これもサムネにしようかなと思います。イェイイェイ。ということで、今日ようやく初めて日が出ました。じゃじゃーん。いや、もう最高。見て、もう、さっきのとこほら、もう、いや、めちゃくちゃ映えてんだけど。ただの、ビーチって言っていいのかな。いやー素敵やねー。ちょっと、あ、なんだあれは。なんだこれは。じゃじゃん。なんか食べれそうな木の実みたいなのが生えてます。一本の木だけ、これやばくない。やばい、この木だけで何分喋るんやろ。ちょっとマジで先に行かなきゃいけないんで、ちょっと行きますもん。やばい、マジで火くれちゃう。マジで火くれちゃう。ということで、3度目の正直キャンプ場に向かいたいと思います。見てこの景色、やばくない。夕日に照らされた橋と雲、もうね、これだけでいいよ。まあ、僕らね、キャンパーとか旅人にとってはこれでいいんだよね。もうこの夕日に照らされた雲とか、海、綺麗な海とか見れるだけで来た甲斐あったなってマジで思う。こういうとこで沖縄の食材を買うなら三栄に行けって言われたんで、三栄で今日の晩ご飯の食材を買っていきたいと思います。もう沖縄っぽいものね、なるべく選ぼうかなというふうに思います。はい、キャンプ場に着きましたが、もちろん空いてはいません。はい、ということで、ご飯食べ終わったんですけども、このキャンプ場ですね、目玉の一つとしてこちらがあります。デデン、見えますかこれ、五右衛門風呂があるんです。で、下にね、コイン式のシャワーもあるんですけども、せっかくやから、あー五右衛門いいねと思って、で、薪とかもね、そこ全部あるんですよ、無料で。ここでここにある薪使ってっていうことで、ノコギリとかもあるんで、いや、これもやるっけないなと思って、まあ任せろ、火起こしは得意やから。ダンボールがありました。よし、こんな感じでいいんじゃない。
それはまあこれ使ったら絶対つくわな、火は。確かに今火はついてるけれども、まだ多分炉内の温度が上がってないから、僕はここでちゃんとまだ入れないの、薪を。炉内の温度が上がったら大きい薪を入れるべき。いやもう全然もうただの水ってことで、火はもう消えんと思うから、とりあえず洗い物とかしておいて様子見たいと思います。ほいってことで、あれから、15分ぐらいでしょうか、経ったんですけれども、じゃじゃん、見てください。ちょっとほら見て、わかるかな、泡がさ、ほら出てきました。で、触ってみたら人肌ほどはないけど、ぬくくなってきてるなっていう印象ですね。これちょっと火力調節しないと、逆になんか強く温まりすぎちゃうかもしれないので、ちょっとこの蓋を閉めますか。うん、OK。 薪ストーブの原理と一緒ですね。じゃあ入ってみます。溢れ出ちゃう。大丈夫だよね。やべえ、五右衛門風呂めちゃくちゃ気持ちいい。てかこの雰囲気がいい。めっちゃなんか薪の匂い、煙の匂いがするし、お湯もすっげーちょうどいい。上の方、釜の上の方はちょっとぬるいんだけど、下の方がめちゃくちゃ暖かいから全然寒くないし、気持ち正直もうちょっと暖かくしたいんで、ちょっともうちょっと火力を強めます。まあ水もったいないな、入れすぎちゃいかんなと思って、結構そんなに水入れてないんですけど、もうちょっと溢れ出してさ、ジャーってなるようなあの音を取りたかったけど、ちょっとあまりにもぴったしすぎた僕の体格に全然溢れ出して出てこない。ふぅ、はい、ということで、ジェットスターで行く沖縄2泊3日の旅、1日目はこんな感じで終わりました。もう最高の五右衛門風呂ですね。今回この泊まっているキャンプ場が又吉コーヒー農園っていう感じで、コーヒー農園に併設されているキャンプ場なんで、あっちの方にですね、入り口の方にコーヒー屋さん、豆屋さん、豆とかコーヒーとかも飲めるんで、まあ朝起きたら、コーヒーも飲めるみたいな感じで、あとコーヒー狩りなのかな、なんかそういった、やつもやってるらしくて、キャンプ場だけじゃなくて、それコーヒーにまつわることもできるので、まあ、コーヒーの好きな人で沖縄に来てキャンプやりたいなと思ってる人、そしてこの五右衛門風呂やりたいなと思ってる人は、ぜひこの又吉コーヒー農園さん来てみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、五右衛門風呂から上がってテントの中入ってきました。私はもうお眠です。コーヒー飲もうかと思ったんですけど、もうちょっとコーヒーもいらないぐらいお眠です。ということで、ジェットスターで行く沖縄県2泊3日の旅、1日目はこれで終了です。おやすみなさい。